適用って何ですか？あ、そうなんですよ。特別ルールなんですが、海物語シリーズの実践に加えまして、パチスロ海物語4 with スーパーソニコの実践も OK となりました。スロットの場合はビッグでもレギュラーでも関係なしにボーナスを引くたびにミッションに挑戦できますので、はい、わかりました。頑張って当てていきましょう。頑張ります。お正月実践、正月遊びでトライアスロン対決後編の巻。はい、では行きたいと思います。正月遊びトライアスロン対決、はい、後半戦スタートです。まあ、打ち方としては2連覇を左リードに狙っていく感じですね。え、どういうこと？あれ2個、あ、どういうこと？え、でまた、はい、大沢、八代も初体験のため戸惑いますが、ゆずっちが優しくリードします。これで、このモードだったら、この図柄が揃ったら大当たりなんで、そうなんだ。そうそうそう、パチンコっぽく、なるほど、当てる。基本的には左のリールだけを見てれば大丈夫なんだけど。あ、チャンス。何？あ、違う。大沢、早速チャンスが到来。もしかしたら当たってるかもしれない。あ、これ揃ったら当たり。あ、残念。あ残念。あ、押せなかった。赤だよ。来い。ゆずっちーの台が騒がしくなります。あ、チェリー、三連チェリーで強チェリー。お、強チェリー、イエーイ。これで当たりです。すごい。ゆずき、早々にボーナスをゲット。狙ってください。あ、どっちだろう。レギュラー。すごい。何？レギュラーボーナス。何が起きたんですか？こんなので喜んでもらえるとちょっと調子乗っちゃう。じゃあちょっとトライアスロン行ってきます。てててててて、ゆずっちー、だるま落としに挑戦します。難しくない？はぁ、ふぅ、見事にだるま落としをクリア。成功した。成功。イエーイ、イエーイ。てててだ。いいよ。あ、強チェリー。え、なになになに、これが3つ並ぶとボーナスの大チャンス。え、全然大丈夫。いいよ。これ、まだまだある、まだまだ、あと4回ある。大チャンスだったのに。まだもしかしたら復活あるかもしれないから、一回チャンテしてみたらいいね。チャンテ。あ、もう一回チャンテ。てててて、大沢の台にすぐさまチャンスがやってきます。怪しい、怪しいって。いいよ。あ、まあ、惜しいね。ソニコチャンスだって。大沢、ソニコチャンスに突入。初進出成功でボーナスの大チャンス。これが多分フラッシュなんだけど、タネを鳴らしよって。ここにタッチ。え、何よ。当たり、当たり。どうしたらいいですか？ボーナス揃えてみましょう。狙ってください。狙って赤7を狙うから。赤7、ここ赤7をリール内に狙えば大丈夫。見える？え、怖い怖い怖い。大沢、
人生初の目押しです。あ、そう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 、いいですか、これも、それもそれも、あ、うまい、うまい、やばいやばい、あ、惜しい、ちょっと早かった、ちょっと早かった、でもできるできる、全然できる。大沢、ボーナスをゲット目押し成功。てててえ、どうしよう、悔しいからけん玉にしようかな。大沢、前回に引き続きけん玉に挑戦するようです。あ、嘘失敗です。悔しい出直します。てててあ、早い早い、けん玉早いな、戻りが1時間が経過し、ここで実践対決終了。はい、それではお正月実践、正月遊びトライアスロン対決の結果発表です。はい、心の準備はいいですか？ドキドキしてます。はい、願う勝者は私です。悔しい残念でした。ショック、悔しい、勝利でございます。負けました。てててて、今日パチンコもスロットも初めて、はい、初めてということで実践してみていかがでした？なんかすごい難しかったんですけど、うん、あのゆずきさんが たくさん教えてもらってくれたので楽しくできました。海物語の良さはやっぱ分かりやすい、うん、ね、図柄が揃ったら当たりだし、ね、あの絵もすごい可愛くて見てって楽しいなって思いました。スーパーソニコはね、はい、特に可愛い。ありがとうございました。いえ、とんでもないです。なんか機会あったらというか、プライベートでもちょっと挑戦してみたいなと思います。こちらの世界へようこそでも呼んでいただければ駆けつけますので教えてください、はい、またぜひ。それではこの後は罰ゲームということです。あるんですか罰ゲーム？忘れてました？忘れてました私はやっと覚えてました。はい、でも罰ゲームの模様はこの後となっております。また次回お会いしましょう。バイバーイ。実践対決に敗れた大沢れいみは罰ゲーム。それでは罰ゲームでございますいいですか？何ですか？じゃあ今年の抱負を言っていただきたいんですけど、はい、え、今年の抱負でいいんですか？はい、まあ、ところがどこへ罰ゲームですから赤ちゃん言葉でお願いしますもう全力の赤ちゃん言葉で今年の抱負を、じゃあこのカメラに向かっていいですか？難しいあの罰ゲームなのでそこは、はい、よろしくお願いします。ごちそうさまです。てててみなしゃん、負けてしまいました2019年の私の抱負、目標は、もっとお仕事頑張りたいでちかわいい待って、恥ずかしいんですけど助けてください恥ずかしい。今回、ゆずっちーの月刊うみっこがお邪魔したのはガーデン亀井戸さんです。設置台数パチンコ469台、スロット271台、亀戸駅から車で5分の浅草通り沿い、都内最大級の駐車場を完備したホールです。次回ゆずっちーの月刊うみっこは記事企画でお届け。水着で書き初めに挑戦、次回こうご期待。